スジートはインドのテルグ語映画で活動する映画監督、脚本家。サーフォー撮影時のスジート17歳の時に初めて短編映画を制作した。成長後は公認会計士を目指すが映画制作の道へ進むことを望み勉学を中断する。2011年に制作した短編映画トキロラブストーリーは YouTube で1時間に20万回再生され、 ケーララ州短編映画祭で賞を受賞している。LV プラサード映画 TV アカデミーで映画制作の技術を学び、卒業後の22歳の時に長編映画の監督デビューの話が持ち上がったが、合意に至らず、再び短編映画の制作に専念した。LV プラサード映画 TV アカデミーでは限られた予算と時間の中で短編映画を制作する経験を積んだため、 この経験が短編映画制作の役に立ったと語っている。スジイートはこれまで合計38本の短編映画を制作している。2014年にラン・ラジャー・ランで長編映画デビューした。同作は非評価から高く評価され、フィルムフェア賞最優秀テルグ5監督賞にノミネートされた。2019年にはサーォーを監督した。同作は プラバースを主演に迎え35億ルピーの制作費が投じられたが、興行収入は42億ルピーを記録したものの、批評家からは酷評されている。2020年にチランジービトの間にマライアーラム護衛が、ルシフェルのリメイク版制作の契約を結んだ。ありがとうございます。